ニュークスサンドでね、おばあちゃんのね、専用で作りたいということでね、思いましたね。なので、ちょっと作ってみましたね。うわーっとかな、性格出てますね。絶対あんな風にしないから、普通にあんなとこやっぱね、なんかね、ま、綺麗にまた食べたくないんかね、なんかね、そういうとこあるんだよね、多分性格だよね。今のは絶対足りんじゃん、綺麗にまた食べたら明らかに足りんでね、やっちゃうんだよね。あえてストリングスのやっぱ和洋折衷でね、足そうかな。ね。一回ちょっと足してみる。エコーとかいけばいいかね。ちょっと低音でね、低音で、ね、攻めてみようかなとは。どうかね。ねえ、よかったじゃないもんな。短い方がいいんや。足りからね、長いとね。足り、一回、でも、とりあえずこうかなみたいな。何回でもね、やればいいからさ。声やっぱり入れたいんだよね。どうしても203度はね、声を、インストルメントだけではね、足りんでね。コーラス系なのか、生声入れるかなんだよね。生声に近い音入れるのか、もう一回コーラス系でね、やってみるということでね。ちょっとイヤホンするからね、ちょっとね、変な感じになるよね。直してみるね。
どうかな、優しいんだよね。まず起伏が激しいの絶対ダメだと思うんだよね。起伏が激しいの絶対アウトだと思うんで、だからこういう感じしたんだよね。ちょっと声がにじんでるかなと思うんだよね。にじんでるか歪んでるっていうか、まあちょっと歪みすぎてるっていうか、ちょっともう一回聞いてみて。いいと思うんだけどね、分かんないね、ぶつけ分かんないね、分からんな。でも正直分からんとこあるね、正直分からんとこあるね。分からんね、マジで分からんとこあるな。本当にこれいいのかなっていうね。まあ、背景はなんかね、庭のやっぱりガーデンをやりたいというふうには思うけどね。まあまだ音で、ね、音なんで、もう一回直してるかな。コーラスは強いのかな。コーラス優しくしないとかな。硬いというか。コーラスはちょっと引っ込めたの、ね、ちょっと調整してっていうのと、声が引っ込みすぎてる。
ちょっと、ね、調整しながら、ね、ちょっとやってるんで。こんなもんかな。あーこれでいいかな、ある程度いいんじゃないかなと。とりあえずこれ1個目としてね、まあ長く、まあ、つなげてもいいし、まあ1個として2個目作ってもいいし、当然ね。そうちょっとこれはこれで完成かもしれんし、ちょっと足してもいいし、伸ばせるんでね。
また別のバージョン作るとか、ね、ちょっといろいろ何でもできると思うんでね。まあ、良かったかなと思ったよりね。思ったよ。電話でも切るわけじゃんね。電話でも全然切るわけだから。それでいいんだもんね。電話でもさ、全然いいわけじゃん。正直。作ったよ、ね。消えるわけだから。それもありだよな。電話でもね、消えるわけだから。これ結構良かったんじゃないの。ねえ。これいいんじゃないかな。電話でも消えるわけだもんね。これぐらいやったら。いいやんね。自分の声もめっちゃ混ざってるからね。すごくこの、もうちょっと出そうかな。もうちょっとかなっていう。まあいいや。だいぶ完成かなという、これはね。はい。